はい、皆さんこんにちは。ショーンが東京からやってきました。なんとね、新作のショーン、予約の方が銀座ベルサーチの方で入ってるということで、ね、ちょっとねそちらの方を皆さんにねご紹介願えますでしょうか。よろしくお願いします。ついこの間グッチがバレンシアガとコラボをして、今度ベルサーチがフェンディとコラボをするっていうところで、なんかこのフェンダーチェっていうのが、はい、来週、はい、5月12日以降にいよいよ売り出しが始まるっていうところで、はい、ちょっと予約をしたんですが、ちょっと待ってください。これショーンね、これ33万3000円って書いてるんですけど、はい、これは、はい、ちなみに暫定価格です。暫定価格、暫定価格でまだ決まっていなくて、はい、ちょっと布に30万どうかなって個人的に。レザーじゃないんですか？布だと思います。でまだ見てないのでちょっと質感とかもどうかなっていうところで、はい、ただうん、金額がベルサーチプラスフェンディ代が乗っかってるんではないかと思っていて、一応シャツを予約はしたんですけれども、これでかっこいいですねシャツ。そうで、ただちょっとやっぱり値段がわからないっていう、はい、からない恐ろしい状態で値段もわからないのに、先方の方がベルサーチの方がもう予約していて、はい、で予約したら一応買ってください。キャンセル基本なしなので、ちょっと恐ろしいなって思っているところでございます。すごいですね。もうなんかお金足らんかったらどうしようかなって。いやいや、それはまあないでしょうけど、これだけどあれでしょ、はい、ランウェイモデルで。そうですね。はい、全部こう、フェンディの上にバロッコが乗っかってるっていう感じですかね。これね。これ見たらね、多分布。はい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 、はいですね、めちゃめちゃかっこいいですね。そうね、これだから限定モデルでしょ。そうですね、おそらくそんなに点数はないって言ってましたので、うん、この辺とかも、ね、かっこいいですね。こんなの似合う日本人ってショーンしかいませんね。多分、まあ、こういう感じで、はい、フェンダーチェっていうのが、あ、はあ、ピンク、これはね日本に入らないって言ってましたね、ピンクバージョン。なるほど、すごいな。外国の方ではこういうのも入るみたいなことを言っておりましたけど、これを要するに、はい、銀座の店長さんの方が、はい、ショーンさんこれ取り置きしときましたんでと、はい、もう頼んでないっていう、頼んでない、頼んでないっていうので、値段もわからないと、値段ももうその恐ろしいのやめてくれって、今、いや、例えばこれやっぱりベルサーチのシルクってね、はい、特別性っていうと、もうやっぱりとんでもない7桁ぐらいに近づく値段だったら、それでも高いからやめとくようなはなしなんですよね。なしって言われたんで、ちょっと、ね、すごくちょっと悩ましいところで、さすがですね。そうですね、ちょっとまあ5月12日には分かると思うので、はい、じゃあこれもしかすると7月ぐらいの撮影会で、あ、もうお持ちできるかなと思ってるんですけど、素晴らしい。じゃあ皆さんね、期待しときましょうね。ということでショーンの新作の、発表です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。